こんにちは、枚方市長の伏見隆です。よろしくお願いします。羽曳野市議会議員の山本彩香です。よろしくお願いします。開発がもうだいぶ昔に起こってまして、それでやっぱりこうね、人が中心より車がちょっと中心のね駅前になってて、これをもっとね歩きやすくで、いろんなところにこう行けるようにしていきたいなと思うのと、あとはちょっとねやっぱり古い建物がこの T サイトはねもう輝いてるんですけど、だからそういうものをやっぱり更新していかないと、やっぱり街のこう活力がねちょっとこう沈んでいくんで、これをね綺麗にしたい。これ今ビルが建っていってますけども、来年の夏頃にオープンなんですけど、これをまあ皮切りにですね、こっち側の駅の方も北の方もですね、開発が今進んでますので、これをもっとですね、枚方を活気ある街にしていきたいなというふうに思います。去年は全国で15番目で、近畿だと3番目になりましたけど、ね、大阪府内だと1番です、ちょっと自慢なんですけど、まあ、我々としたらやっぱ子育て支援とか、それから教育とか子どもに関わることをやっぱり力入れてやっていきたいと思って、これまでやってきまして、やっぱこう子育てね、安心してこう出産子育てという価値をね、もっともっとやっていこうと思うんですよ。そうなんですよ。これはね、ちょっと、そうそう、これね、築ね、昭和35年、こっちが、こっちが44年。この庁舎の建て替えも含めて、駅前の開発をこれから進んでいって、まあ、一つがさっきのビデータであり、次のステップがこっちのエリアになってて、それでも駅からもうこのね先に庁舎を移転しようと、今計画にはそうなってるんですけども。なるほど、この通りの先に。そうですね。はい。で、大阪府の北川市民センター、この道路向こうにあるんですけど、そこが今こっちの新しいビルに移転して、これも大阪府の協力でいただいて移転して、その後に市役所が移転する計画になる。なるほど、市一体となってこう進めてくる。そうね、そうですね、協力いただきながら、そうですね、だからもう変わりますよ。ここもう全然景色が変わるっていう。変わりますね、公園が駅からね、ズドンと、ズドンと、なるほど。なんかこう市役所の概念っていうと、なかなかこう子育て世帯からすると、用事がある感じで、足を運ぶと思うんですけど、やっぱ緑地が広がれば、それはそれで来る目的が変わったり、集まる人がね変わるかなって私は思うんですけど、やっぱり一つの用事だけで終わらない。いろんないくつものね、あ、ここ来たらこれしようとか、買い物して帰ろうとか、ご飯食べようとか、まあ、行政のね、手続きだけじゃなくて、帰りにちょっと、寄っていこうかっていう、そういう回遊性の、1年半前に駅の向こう側に、総合文化芸術センターに来て、でまあ、そういうのも合わせて、こっち側もきれいにしてたら、まあ、いろんな用事をしたい。にぎわいの。そうなんです。したいことがいっぱいある。こんにちは。こんにちは。今ちょっとすみません。さっ、はい。家顔してるから。声援もしてる。ありがとうございます。よく頑張ってます。ありがとう。嬉しい。どんな印象ですか。市長になる前に市会議員になるとき、御殿場の駅でね、ずっとね挨拶してね、もうでも名前ずっと聞いてて、市会議員の市長になるんだよね。こんなことで桜じゃないですか。市長のなんか人柄っていうか、努力家なんだなっていうのが一気に見えましたね。結構ね、駅でね、立ってた時のね、知り合い、その人は結構こう今も応援してくれて、やっぱありがとうございます。それだけにちょっと頑張らん。このね、街を良くしてる。沿線を、まあ、上げるっていうことで、そもそも、もともとこの辺りでなんか抱えてた課題とかがあったら、この経緯、ぜひ伺いたいな。これはね、もう無理だ。
念願でね、もうとにかく開かずの踏切、開かずの踏切、これがですね、まあ、あのこの平方市寝屋川市間ね、うん、あの21踏切なんですよ。21個ですか、はい、それがこの交換になると全部解消できる。でそのうちの多くが開かずの踏切 で、あとは町がこの開かずの踏切で分断されてますから、うん、これが交換になるとそういったいろんな問題が解決できる、うん、これはあの、まあ、大阪府さん主体でね進めていただいてますけど、我々その土地の買収とかそういうところを一緒に協力して、それでもようやくですね土地の買収の、90% 程度が完了したので、昨年度から高架事業を開始した。まだちょっと時間ね、だいたい言われてるのが工事着工から10年ぐらいかかると思う。イメージパース、そうですね、こっちがね、これが駅ですかね。そうですね、ここが駅ね、駅、これが上がるっていうことですね。そうですね、高架になって、でこれがまあ駅前広場ね、ロータリーか、はい、バスで、今こう見えるのがこの商業施設、はいはいはい。今あの枚方市はですね、まあ、子育て世帯から選んでもらえるような町になってきてると思うんですけども、やはり今少子高齢化、子どもたちを安心して出産子育てできるような町になって、もっともっともうサービスを充実させて社会をもそういう社会に変えていきたいというのをですね強く思ってます。これはやっぱり今後の枚方市だけじゃないですけど、私はやっぱり枚方市長としてはですね、やっぱこの町を未来ある町、持続的な発展をしていこうと思ったら、やっぱこう働く世代、子育て世代が仕事するにしても一生懸命できるような、やっぱり子育ても子供のことを考えて、ゆとり持って生活できるように、そういうふうにしていくのが必要だと思いますので、まあ、そういうところに力を入れて、それからこの枚方市の発展に向けてですね、まあ、各地の開発ですね、中心市街地の活性化というのはね、この町の活力ですね、経済をやっぱり発展させていくことがゆくゆくの市民の生活 この豊かさとか、そういう生活を支えていく、高齢者の生活を、ね、支えていくことになりますので、こういうですね駅前の開発を積極的に、特に枚方市駅周辺再整備、これはですね都市機能を充実させて大阪京都間、それこそ本当に副都市と言われるぐらいのいろんなやっぱり都市機能を枚方市駅周辺に集めて、やっぱり市内外からたくさんの人が来てくれて、そしてまたそこに、それでビジネスが起こる、そしてまたそこに人が集まってくる、そういう街をですね作っていきたいというふうに思ってますので、どうか皆さんぜひですね枚方市応援していただきたいと思います。